はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルダンジョン攻略、今回はレシピ11のシューティングスターをねちょっと作っていこうと思います。で、実はもうすでに3年のね4月1週で、でシューティングスター必要な素材ですね、下の方に行って精霊の体格、粘土石と輝く金属が必要なんですけれども、まあ、粘土石と輝く金属はもうすでに手に入れてある状態になってます。で、粘土石と輝く金属については、まあ、取り方はね前回の動画で紹介しているので、まあ、そちらをご参考いただくとして、今回はこの精霊の体格ですね、あと2つ必要なので、こちらを入手していきたいと思います。で、一応、まあ、編成の方は、主人公武君ですねなぜか名前がぶっていう。で、まあ、主人公ね、あんまりね、こう特徴のないキャラクターなんで、とりあえず、まあ、レベルが高いものを装備させてる感じかな。で、武器はポーラスターになってます。で、今回ね、ミオちゃんを入れてきました。で、ミオちゃんは、一応ね、暗視と探索技術があって、で、目利きがレベル10と。まあ、全部中途半端といえば全部中途半端なんだけれども、まあ、一応、この3つをメインに積んだ感じかな。まあ、特化キャラではないですね。暗視も欲しいし、探索技術も欲しいし、目利きも欲しいみたいな。探索技術はそんな必要ないか今回アイテム収集なんで、一応暗視があった方がねいいかなと思って入れてます。まあちょっとアイテムのねドロップ率が悪い時には、また目利きのね誰だっけ、鋼くんに変えていきたいと思います。で、岩井くんは幸運ですね、デスペラードとクリムゾンナイフになってます。で、二刀流がレベル5かな。で、急所狙いもね、それなりにレベルが高いんで、結構強いと思います。で、いつもの犬木ですね。チェイスの二刀流。で、まあ、犬木に関してはね、特に霊力とかは必要ないんですけれども、まあ、ここまで来るのにね、やっぱり霊力が必要になりますので、犬木くんはね、自分はもうスナイパー固定ですね、今のところ。で、鋼くんに関しては、まあだからね、ちょっと、ミオちゃんともしかしたら交換するかもしれません。とりあえず、最初はミオちゃんでやっていきたいと思います。で、精霊の体格自体は、道場にありますので、まあこれもね、前回手に入れたんですけども、どうなんだろうね、ドロップ率。てか、アイテム3個で大丈夫か？回復3つ？ちょっと待って、煙幕は3つでいいでしょ？全回復1個買っとこう。で、これも1個買っとこう。よし、これでいきましょう。前回はね、たまたま精霊の体格すぐ手に入ったんですけれども、なんかね、見るとね、割とドロップ率はやっぱり低いみたいですね。で、あと通常の強敵マスでもなんか変なハチマキ道場みたいなのが、ハチマキ道場じゃなくて、なんだっけ、なんかハチマキのでかいやつが出てくるみたいなんで、まあそいつを倒していきましょうと。まあ、このくらいゆっくりでやれば割と目押しはやりやすいかな、やっぱり。で、あとはどれだけ滑るかだよね。うん、 13% ですか。お、誘致いいね。まあこれでしょ。ポーラスター焦点打ちをまあ使う必要はないよね。チェイスは必中で、まあこれは普通に攻撃していきましょう。うわ、マジかよやっぱり二刀流レベルが高くないとミスが多いのか。いや、でもたまたまか。別に不便に感じたことはないからね。いきなりちょっと主人公狙われてるね。回復薬は早めに打っとこう。おお、いいね。致命の一撃が出た今。精霊の元か。まあそりゃそん簡単には手に入らないか。よーし、びっくりマスで止まるかなと。うわ、逆に不一致されてピンチになってるし、ここはもう全回復薬を使うか。チェイス、ちょっとさっきサボって必中をやらなかったけど。うわー、岩井くんこれ強いね。やっぱり強いわ。うわー、何かが発動した。誰かの何かが発動したあ、なるほど、背負い投げね。これちょっとやばそうだな。うーわ、転倒するのか。回復アイテム足んないかもな。最後のさ、ボス戦もさ、まだこなしてないからさ、やばいね、これちょっとやばいね。
うお、死者が出るわけではないけど、ここで決めたい。精霊の体格手に入れた。ちょっと待ってね、これはもう最後までこのまま突っ走ろう。安全に行こう。うわ、全然安全じゃなかった。煙幕で逃げよう。しかも不意打ちだ。マジかよ。煙幕で使って倒せっかね、最後のボスキャラが。うん、安心、積んどいてよかったな。いや、ハチマキなんとかやっぱ強いわ。イヌキとかさ、狙われたらさ、耐えられんのこれ。ゲー、これはまたうまく使います。いや、岩井くんやられたのマジ痛いわ。回復マスもないからな。え、めちゃくちゃ滑らないんだけど。ちょっと待ってね、あと1個しかないよ。努力とか書いてあるし。よし、これで大丈夫。とりあえずボス戦。これってさ、ボス1回倒せばさ、次からボスいなくなるのかな。いやー、せっかく1個手に入れたのにな、焦点打ちで気絶しないかな。回復薬は1個か。ちょっと遅くしよう。うわー、マジかよ。チェイスは必中しておいて、自分で回復するか。よし、なぜか主人公全然食らわなかったな。焦点打ち、気絶しろ。しないか、もともと耐性があるのか。背負い投げどうする。一応防御しておこう。ゴーまあ、若干焦点打ちの方が強いからね。事故らなければ倒せる。居抜き、ナイス。てか全然食らわなかったね。赤い宝石かいや、これさ、周回するって言っても結構きついんだけど。1ターンにつき2人までかねここでまあ回復してくれればそれでいいんだけどさ全回復したし。いや、ハチマキ師範みたいの強い。全回復やか、ネバつく液体がないのか。ガラスの瓶を何個作れる。あ、これはまあそこそこ作れるか。ちょっと3つ4つ作っておこう。4つだな。で、煙幕は4つ持っとこう。あとは回復薬でしのぐか。暗視をなくすとどれくらいになる。ちょっと目利きのレベルが低いか。一回ちょっとミオちゃんを鋼に変えよう。それで一回やってみよう。鋼くんに装備させて、でスキルは目利き15、これでいきましょう。暗視がなくなってどれだけになるかだよね。他大丈夫だよね。まあ、ちょっとレベルが上がってるといえばレベルが上がってるからな、さっきよりは。あー、それなりに早いね。ただな、まとまっててくれてるからね、少し進んでいきましょうか。ちょっと 50% を超えて、あと1個なんでね、精霊の体格。安牌でいきましょう、安牌で。で、本当はね、精霊の体格が揃ったら、レンジャー用のね、武器とかも、もし素材が集められるようだったら集めていきたいんだけど。あ、しまった、ちょっと行き過ぎたかちょっと待って、もう 90% になっちゃったよ。うわー、滑った。で、葉っぱくんを倒さないといけないんですよ。葉っぱくんを、葉っぱくんがどれだけ強いかだよね。とりあえず集中狙いでいこう。え、そんな強くなくね。なんとかの葉っぱ、葉っぱの葉、これがね、6個くらい必要なんですよ。でもさ、それ考えるとさ、レシピ11の装備ってさ、そんなに作るの難しくないような気もするんだけど。気がするだけ。ちょっと待ってね。ツインビースト、
まあ、脈動するかはねそれなりに面倒くさいんだけど、葉っぱの葉あと5枚脈動するかはね、ただ結構作れそうな気がするんだよね。あと生命の名残3つでしょ。いやどっちかは作りたいな。どっちかは作りたいって言ってさ、どっちも作れないパターンがねあるからね。なんだかんだでもう4月3週か。ただやっぱり暗視重要だね。葉っぱ3体か。電光石火どうだろうな。一回打ち込んどくか。いやー電光石火ねやっぱ強いよ。であとは普通にぶっ倒せばいいだけでしょ。え葉っぱ、あ1個くれるね。目利き15だからか。まあじゃあこれで葉っぱを集めつつ精霊の体格も集めつつっていう流れがいいのかな。あれちょっとうまく敵と戦えないね。不意打ちか。 OKOKOK そのまま行こう。ちょっともし葉っぱが集まったらさ、もう一個のなんだっけ、あっちを作りに行こうか。げ回避率高いもしやこいつ。葉っぱ3枚目あと3枚だよね。うん葉っぱばっかりだねちょっと必中はやっていきましょう。犬木くんがちょっと反撃を食らってヒットポイントが減ってきてるね。そうかこの状態から師範代と戦うときついのかな。結局葉っぱとしか戦ってねえし。いやでもさ毎回葉っぱ1枚落としてくれんだったらさ、ちょっとこれもういきなりさ出落ち感があるけど。ガー作るものを変えるか。中は打っておこう。1枚くれ。あー来んなかった。ただなんだかんだ言って1ヶ月が去ろうとしている。しかし俺にはアイテムがある2つ。割と余ってんでねここら辺で。ちょっと待ってね、葉っぱがあと何枚。次でもし葉っぱ集まっちゃえばさ、生命の名残を取りに行ってもいいんじゃないか。葉っぱあと2枚か。うまくいけばあれだよね、ツインビーストが作れそうだよね。これどっちにする。こっちにしとこうか。え全然回復しねえな。でさっきは特に回復薬使ってないもんね。 83% か。まあいいや行こう。これで 17% 増えんのか。さてこいつをぶっ倒して体格を手に入れれば。うわあ不意打ち、不意打ちはさすがに痛いんだよな。クリムゾンナイフが致命の一撃持ってんだ。なるほどね今更かよっていうのもあるけどね。いやー回避率強い。今かわしたデスペラード。いやこいつのここもなんだ、連撃みたいなのやってくる。ちょっと待ってね、犬木殺されるのはマジで痛いから回復薬2個投入しよう。なんだなんか2回食らってる感じがするんだけど。いやこいつ自体の回復率もうおっ岩井がなんでこんなに食らうんだ。防御力が低いからか。中でこいつとやっぱ2回戦うのは厳しいね。こいつは1回だな。強い。わあ手に入った。なんとかねこのまま逃げ切りたいね。葉っぱはなんとかなると思うからなるべく強敵は回避しよう。いやここでツインビーストも揃えられればな。かなりでかいな葉っぱ。
まあ、葉っぱはね全然強い気がしないから。とはいえ岩井くんが死ぬのは痛いからちゃんと回復しておきましょう。よーし、葉っぱくれ、葉っぱくれないか。割と運が良かっただけかな、さっき。まあ、ただこれでねシューティングスターが作れるようになったんで、それだけでも収穫はありですね。よし、 OK、 安全に行きましょう。安全に。まだね5月も残ってるし、6月も残ってるし、一回寝ちゃっても大丈夫かな。さすがにこの体力量でね道場を探索するのは辛いんで、開発しましょう。ではではでは、レシピ11、シューティングスター 144-90 144-90 126-91 弱い。まあむちゃくちゃ弱いかって言われたらそうでもないけど、もともと何げあんまり追加能力もないじゃん。まあ一応装備させましょう。どれ、シューティングスター命中率高いからね、こっちにしとこう、せっかく作ったし。じゃあ葉っぱ集めしよう。葉っぱ集めの前に寝るんだ。この体力量はちょっと無理。で岩井くん、これは特に体力減らないよね。精神を鍛えようで進めていこう。今ね体力マックスだからね。で問題はエンマクは使ってない。回復薬を持ってるだけ持っとこう。で道場に入ってもう強敵とはね戦う必要はないんで、葉っぱ狙いでいきましょう。ここら辺に固まってるね。滑るのだけはねちょっと操作できないからねしょうがないんだけど、チェイスちなみにさ一発で倒せないのかな。なんか強い気がする。シューティングスター今何回当たった。葉っぱ、よしよしよし、うん、まあいいや、進むのはしょうがない。ちょっと押すのが遅かったね今。チェイス、シューティングスター。今のは2回攻撃で一発ミスったのかな。こいつギリギリ倒せなかったのか。岩井くんの体力は早めに回復しとこう。岩井くんやっぱりなんかミスが多い気がするな。いや、もともとこいつらの回避率が高いのか。よし、葉っぱゲット。いや、なんかもういい気がするんだけど、突破を最優先にしよう。突破を、いや目利き15あればさ、葉っぱはそんなに強敵じゃないからいけるね。こいつ何ギリギリ倒してないの。おお、葉っぱゲット。まあ葉っぱしか出てこないからね普通の敵。葉っぱも集めやすいよねだから。でももうちょっとだけ入りしようか。葉っぱ3枚手に入れたよ。マジで。いや、ちなみにねレシピ15のね装備作るのめっちゃ大変なんすよ。あの異界の奥まで行かなきゃいけないんで、だったらさレシピ11揃えた方が良くないかっていう。お、壺剣法、これは回復してもらいましょう。みおちゃんはねこのイベントがいいですよね。金徳も切れば焼肉食えばね回復するからね。じゃあ開発素材を見て、ツインビースト、脈動する皮があと3つ必要なんですけど、脈動する皮自体はあと生命の名残がね3つあればいいんで、
ちょっと生命の名残を取りに行きましょうか。で、生命の名残は確かね、あれなんだよね、混乱がちょっと必要だった気がする。ボーンメットもちょっともったいないけど、混乱でね、同士打ちしちゃうからね、これだけはね、もうしょうがないんですよね。混乱耐性のなんかすげえいいアクセサリーとかができればそっちを使っていきたいんだけど。で、生命の名残は、別棟 B だよね。別棟 B でよかったはず。最近ね、ずーっとね、ダンジョンやってるからね、だいたい覚えてきた。うおー、ここは敵と戦いたいのに、こういう時に限って目押しが悪くなる。全然今のは普通に失敗した。ちょっと押すとこ間違えた。ここら辺で押せばいいんだよね。ここら辺、ここら辺、滑りすぎでしょ。ちょっと待って、せめて1回はさ、敵とさ戦いたいよ。あと1回しかチャンスがない。ちょっと遅いの。じゃあここ、よし。で、なんか火の玉じゃなくてこいつじゃないよ。あ、しまった、幽霊戦か、つけてなかったな。まあいいや。まあ、ちょっとここをね、周回して生命の名残を手に入れていきたいと思います。これで2つゲットですね。あと1つ、まあ、できればね、2つ作りたいよね、ツインビースト。あー失敗したー。3つ続いてればね、わりかし当てやすいんだけど。よし、これで一応生命の名残が3つ揃いましたね。あとはこの回でできれば全部で6個欲しいからね、2つ作るためには。てかさ、この犬みたいなやつがさ、出現率高すぎるんだけど。ではちょっとまずは脈動するカーですね、これを作っていきましょう。すんげーパンな素材が。1,2,3 と、あー電獣のカーが1個足んねえのか、3個作ろうとすると。で、そこからじゃあツインビーストですね、これを作っていきましょう。192の100ね、192の100、172の102。攻撃力はちょっと下がったけど命中率が上がってる。で、葉っぱがあと2枚と、そうか、これがもう1個必要なのか、電獣の皮で。今が6月の2週でしょ、すげえうまくいけば1個作れそうだよね。とりあえず葉っぱを集めましょうか。葉っぱを、ちょっと葉っぱ狩りに行きます。はい、じゃあ葉っぱはね手に入ったので、あとは電獣の皮なんですけど、これは調理室とか物置でも手に入ったかな、ちょっと忘れちゃったけど、とりあえず調理室に、あれ食堂だっけ、
どっちだっけちょっと調べよう。食堂調理室でもどっちでも大丈夫ですね。で、調理室のね、びっくりマスを2回踏むとイベントでね、電獣の皮がね、3つ手に入るんですけど、それはね、もうちょっと取っちゃってるんで、普通にドロップを狙っていきましょう。いや、強敵とかいいわかよこいつもなかなか出てこないんだよね。じゃあここはね、敵がね3種類出てくるんで、それだけでもね厄介なんだけど、ここで手に入ってくれれば嬉しい。電光石火はねマジ役立つ。デスペラードはねなるべく外したくないっちゃなるべく外したくないんだよね。よし、これで電獣の皮が手に入ったんで、もう1個作りましょう。じゃあまずは開発で脈動するかはこれを3つ作って、でそこからもうここら辺のベンチャーズの出しとかはね、もう全然集めるアイテムが違うんで無理なんですけれども、ツインビーストですね、作っていきましょう。192の100ね。これさ、なるカタログ通りのさものができるのって結構なくないっすか。だいたい弱くなっちゃうんだけど。ああでも攻撃力は上がったけど命中率が下がった。まあいいか。でシューティングスター粘土石と両方足りないんで、これはもう無理ですね。あと何か作る、チェイスとか1本作れるな。チェイス1本作っときますか。何本目だよっていう感じだけど、438とかあれ、これ攻撃力むちゃ高くないか。岩井くんどうしようかな。デスペラード外したくないんだよね。175と201って言ったらそりゃこっちだよな。でデスペラード166か。いやーでも二刀流プラス4のさ電光石火、これはな美味しいからな。ちょっとデスペラードツインビーストでいきますか。で二刀流が8か。まあ8あればなかなかいいんじゃない。で、犬木くんは、あ、そうだよね。このチェイス、攻撃力はめちゃくちゃ高いね。まあ、命中が多少落ちたとしても、必中射撃使うからね、全く問題ないんで、これは、犬木のチェイスを変えよう。よしよしよし。で、まあ、ここまでね、装備が揃ってくれば、まあ、多分2周目も、ボスは倒せると思うんで、次回は2周目クリアを目指してやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。でまあ、レベルがねそれなりに高ければ多分ねレシピ10の武器を作るよりはレシピ11の武器をね作った方がもしかしたら効率がいいかもしれないですね。特にシューティングスターとさっきのツインビーストはわりかし作りやすい部類に入ると思うので、まあ、この2つをね揃えていくのもいいと思います。というところでじゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。